さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。はい、今私はハワイにやってきてます。イエーイはい、ということで今回はハワイ旅行の様子を出していこうと思います。まずパッキング、飛行機は飛行機で多分出したと思うんですけど、はい、3泊した中でいろんなことを、まあ、2つくらいに分けながらやれたらいいのかななんて思ってます。ぜひ楽しみに見てください。落ちましたよ。なんか喋るんですか喋るのはちょっと恥ずかしいけど。いらっしゃいませ。いや、来ました。暑いですね。あ、そう、やっぱ違うか。いや、もう 暑すぎ。だってもう冬ですから。あ、そうだね。はい、ハワイ在住の塩澤さんにお迎えに来ていただきました。クリちゃんという娘さんが脊髄小脳変性症の DRPLA という障害を負っていて、コロナ期間中に初めて対談をしてやっと会うことができました。目線がやっぱりないから新鮮。そうだよね。なんならこの駐車場に来ることもないですけど。そうだよね。そう、車を使うことがやっぱなかったので。うん、駐車場。え、青と赤の違いは何ですか？青はね、病気の人。赤の人は怪我の人。あ、じゃあ一時的なってことですか？そう。車両事情。いや、今思いましたけど消火器積んであるんですね。え、ルール？うん、もう最初から。え、ルールとして積みましょうってことですか？ルールがあるかは。喋れないけど日本語なのかがすごい分かんなくない。日本人の方が作られた牧木聖城キリスト教会というところのミサに参加してきました。現地の人との触れ合いができてとても面白かったです。はい、特に道路事情の何を撮りたいですか？このデコボコなのか、うん、デコボコじゃ車椅子で通りやすいかとか、通りづらい？いや、足はないと。あ、そうなんだ。ちなみにここのね、で一緒に撮っちゃうけど、ここのあのあれ美味しいよ、アサイボール。私アサイボールを食べたことないんですよ。そうなの？なんか何味？甘いのとか酸っぱいのとかいろいろあります。アサイ自体に味はないんですよね。ドレッシングっていうか、かかってるもの？うん、そうだね。あ、まっすぐ行きます。交差点とかね、どうも。でも段差あるイメージないですね。でもね、こういうほら。ことことっていうのがあるんですよ。地割れ道。そう。
その向こう側が、この道がクヒオ通りね。クヒオ通りと今から行くカラカウア通り、この2本がメイン。もう1本あっちに、うん、あのザ・メインの道ありますね、横ない。あ、ここがこっちが、そっち一番はそのカラカウア、これから行く通りです。でも足の方向が全然わかんない。今本当ビーチは真正面です、どっちかっていうと今はハワイの人って韓国料理とかベトナム料理とか、そういうの結構食べる。韓国料理食べるんですか？韓国料理美味しいよ。あのなんかいっぱいあって、うん、すごい食べる。どこの国でも韓国ブームなんですね。そうですね。でも日本ブームでもあるけど、ここがロスね。ロスの前で見る。この一通りがもう基本あの歩いてれば、うん、平和な道だと思う。ああ、そうだね。距離あります。そうだね。一人で歩いたら危ない。危なくはないけど、人通りとか車の通りはまだあるから。ピンクホテルの映えスポットで有名なロイヤルハワイアンホテルにやってきました。ここにもちゃんとスロープがありましたし、このホテルにもバリアフリールームがありますが、まあ高いので泊まりたい人は泊まってみてください。有名なロイヤルハワイアンセンターは12月はこんな風にクリスマス仕様になっていて、とても綺麗です。ハワイ物価が高いので、まあ、一人でご飯どこ行こうかなっていうので、このロイヤルハワイアンセンターの中のステーキ屋さん口コミ良かったので行きました。ステーキとガーリックシュリンプと、まあ、ご飯ついて34ドル、だいたいこれで5000円になります。なのでやっぱりあの節約したい人はフードコートで食べるのがいいんじゃないかなと思います。タッチパネルでの注文だったので、簡単に注文ができました。で、私いつも気をつけてるのがこのソース、なんか海外のステーキソースってちょっと酸っぱみ、酸味が強くて苦手なんです。だからやっぱりここのソースも匂い嗅いだ時点で微妙だったからあのソース使わずに、でもしっかり肉に塩コショウの味がついてたし、ガーリックシュリンプもちゃんと味濃いので、あの美味しく食べることができました。ただやっぱり気持ち、このプラスチックのフォークで切るにはちょっと硬い肉で、フォークが1本折れたんですよ。で、折れて吹っ飛んで、めっちゃ周りの人から見られたんだけど、まあ、店員さんにフォークもう1本くださいって言ったら、まあ、よくあることなんだよね、はははは、って言われて指で3本くらい一気にもらいました。でも本当に美味しかったので、ぜひ行ってみてください。フラダンスショーを見たかったので、ロイヤルハワイアンセンターの中にあるロックアフラというところのチケットを予約して見に来ました。車椅子席もあります。車椅子席はこのみんなの席の前で、特にマークがあるわけではなく、ここです。でもめっちゃ目の前、めっちゃ目の前で、すごい嬉しい、楽しみ。いろんな時代のフラダンスを見れたり、なんかモノマネショーも見れたりするので、めちゃくちゃ楽しかったです。前に誰も歩いていませんが、人もいないし車通りも多いので、なんか安心。じゃあって本当にさ、
海外めちゃくちゃ安心ってわけじゃないから、まあ、いい子は真似しないでください。本当に絶対このルールでも何もないってことではないと思うけど、まあ全体側にはね人歩いてるんで。ホテルとワイキキ間の移動の手段としてなんですけど、自走でも行けましたが、このアナバスというものも利用しました。アナでハワイに来た方は無料で使うことができます。30分間隔でアラモアナセンターとワイキキ中心部を走っているので、まあ、アラモアナの近くに泊まった私としてはこのバスがとても活躍しましたね。で、はじめこの椅子を上げるのにちょっと運転手さんが手間取ってたんですけど、他の乗客の方も手伝ってくれて無事に乗ることができました。で、降りる時にその手伝ってくれた乗客の日本人の方とお話をしたら、なんとアナの機長さんだったんです。びっくり。機長さんの方がアラモアナショッピングセンターからホテル近かったのに、わざわざ私が泊まっているホテルまで送っていただいて、まあ、とても嬉しかったです。やっぱりアナ最高なので、皆さんぜひアナを使ってハワイホノルルに来てみてください。で、アナバス以外にもこのワイキキトローリーがね、いっぱいいろんなところ走ってますが、車椅子対応してますし、ワイキキトローリーの方が遅くまで走ってたりするので、こちらも使ってみてください。それ以外にもザバスっていうね、ローカルバスがありますが、こちらもバリアフリー仕様になってますし、 Google マップで結構わかりやすく説明見れるので活用してみてください。プリンスワイキキはアラモアナセンターまで徒歩5分という立地にあります。一応車椅子で行くこの道中なんですが、若干橋を渡らなきゃいけなくて、ここ坂道なんですよね。しんどいっちゃしんどいし、しんどくないって言えばしんどくない道ではありますが、まあ、でも本当に近いので買い物も楽ですし、フードコートもたくさんあるので食事も楽しめます。ただたまにこの横断歩道が映像では見にくいんですが、陥没してるところが結構あったりするので、ちゃんと下を見ながら進まないと転倒する恐れがあるので気をつけて走ってください。やっぱりワイキキの方よりは道路事情がちょっと良くないかなと個人的には思いました。駐車場も車椅子用の駐車場をたくさん見ましたし、駐車場内どこに行ったらいいかなっていうのがやっぱりなかなか分かりにくいと思うんですが、道にこの車椅子マークが書いてあって、あ、ここ行けばいいんだっていうので、初めて行った私でもすごく分かりやすかったです。ショッピングセンター、こういう風に車椅子マークのフィッティングルームありますよっていうことで入ってみましたが、別に何か特別仕様というわけではなく、スペースが広くて使いやすいですよっていう感じでした。ホノルルのトイレ事情ですが、まあ、メイン観光するのであれば基本的にどこのショッピングセンターにも車椅子トイレあります。女子は女子、男子は男子、あと大きいところではファミリー用みたいな感じで、まあ、どっちでも誰でも入れるトイレ、3パターンのトイレが準備してありましたが、機能的には日本ほどやっぱり充実はしていなくて、ただスペースが広いのと手すりがあるだけという感じになっています。飛びに行くから大丈夫、すごい。どうなる
Thank you.